判定。どうもちゃ、しながらです。今回はですね、模試の判定が良かった時何するべきかっていう話をしたいと思います。でですね、模試の判定良かった、 A 判定取った、 B 判定取った、よっしゃって喜んでください。もう精一杯喜んでください。これ本当は開けないといけないですけど、精一杯喜んでください。こうやってやったやった取れた、いやー喜んでください。精一杯で、精一杯喜んでもらった方が何がいいかっていうと、人間の行動っていうのはその、条件付けがあるんですよね。で、あとこれご褒美って書いて、これも条件付けなんですけど、人間ってこう何もこう何メリットがないのに頑張ることなんてそうそうないんですよ。なんかメリットがないと人間って行動を起こさないんです。例えばですけど、今日ご飯食べましたよね。なんでご飯食べたんですか。なんでご飯食べるっていう行動したんですか。じゃないと死ぬからですよね。餓死をするから。あとお腹が空いているのをこう、まあ、満足させるためですよね。なんでこの動画見るという行動をしたんでしょうか。何らかの情報が得られるというメリットがあるんじゃないかと思ったから、わざわざ、まあ、スマホなり何なりの電源つけて YouTube 開いて僕の動画ポチッとしたわけじゃないですか。何かのそのメリットがないと人間行動しないんですが、この行動に対して、なんだろう、その勉強というすごいエネルギーの必要な行動をするためには、やっぱりそれなりのメリットを自分なりに設定してあげないと行動できないんですよね。僕もそうです。正直仕事めんどくさいです、正直ね。だから、ちゃんと自分自身、月に1回は、例えば贅沢をしてちょっと美味しいところ食べに行こうとかしてます、僕自身。これがすごい大事なんですよ。だからいいことが起こったら本当に心の底から喜ぶ、おっしゃっば喜ぶ、これがすごい大事です。でさらに自分自身のご褒美、やりたいことですね。ずっと気になっていたデッドバイデイライトをやってみるとか、そういうことですよ。ゲームしてみるとか、女の子だったらまあちょっとおしゃれしてみる、うん、大阪だったらヘップ5行ってみるということですよ。はい、っていうその自分のなりのご褒美ですね。それをしてあげてください。目いっぱいおしゃれするとか、そういうことをしてあげてください。でさらに何をやるべきかなんですけど、もしの判定良かったら、そうやってちょっと一時的に喜ぶ、で喜んだ後、まあまだ受験まで残り日にちがあるから、その日にちを有効活用する、次自分がやりたいと思う勉強してください。でこれ次の勉強ってどういうことかっていうと、良かった時って基本的にその何でしょう、次何をしようみたいなで自分の中で見えてるはずなんですよね。 あれしたいな、これしたいなっていうのが見えてて、で順調だからいい判定が出たんだと思うんですよ。っていうことで、まあこれはもうこのまま自分がやりたいことをそのままやっていけばいい、結果が出ると思います。だからやっぱり A 判定 B 判定もう取れてるよっていう人は、多分その勉強のやり方が合ってるんですね。だからまあ俺の言うこと聞く、僕の言うこと聞いたりとか、学校の先生の言うこと聞くのまあ別に結構なんですけど、もう自分を信じていいんじゃないかなと思います、そのレベルに来てるのであれば。はい、ということで今回ね、いい判定が出たら、A 判 B 判出たらめっちゃ喜んで自分自身にご褒美をあげて、そして自分の信じる勉強をやってみられたらどうですかということでした。今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。